おはようございます、今日はポンコツジャガーのレポートをお送りします。外観はこんなんなんですけども、中は掃除してないんで汚いっすね。特徴はというと、社外品のこれは中道の CD プレーヤーとかアンプ、ステレオセットですね。こういった感じで社外品のやつにつけてウーハー聞かせて音楽楽しんでます。ただ中道のプレイヤーの待機電力がでかですね。でかすぎてバッテリーがすぐ上がっちゃうと。で、バッテリー用のキルスイッチですね。この赤いスイッチがキルスイッチです。縦になってますけど、この状態で通電してます。これを横にすれば通電がカットされて、バッテリーの持ちが全然違ってくると。だからガレージに入れた後はトランクを開けてこのバッテリースイッチをオフにしてます。まあ、なんせ細かいところを上げるとボロボロのようにもうホロが破れてるんで、完全に耐用年数超えてますね。ホイールはジャガー、これ純正品です。めっちゃダサいんで来年の春に17インチアルミホイールを入れようかなと計画中です。まあ、こんな感じです。